その双方の意地とそしてプライドをかけた戦い、ファイナルクォーター第4クォーターに移ります。トヨタブルーファイターズ、相手陣40ヤードからサーダウン6。ナイスラン、ファーストラン。ここでトヨタは中央へのランプレーを選択しました。ランニングバック28番スピードに乗って一気に攻撃権更新です。トヨタブルーファイターズファーストラン、見事攻撃権更新果たしたのはランニングバック藤野、トライデント外国語出身のプレイヤーです。トヨタブルファイターズ相手陣30ヤードに入りましてのファーストダウン10。さあ抜けていった、ビッグゲイン、ファーストダウン。クォーターバック3番ハンドオフオプションで自らキープ、相手の裏をつくように右オープンを展開、そして味方ブロッカーを生かして一気に独走しエンドゾーン手前まで進めるビッグラン、一気に攻撃権更新果たしました。トヨタブルファイターズファースター、トヨタブルファイターズ相手陣4ヤードに入りましてファーストダウン2ゴールに移ります。さあこの4回の攻撃権でこの4ヤード突破なるでしょうか、はたまたトライサーズこれを防ぎますでしょうか。さあまずはトライサーズが迫った、ここで中央へのランプレーを投入しましたがトライサーズ立ちはだかります。ここは阻止します。トヨタブルファイターズセカンドダウンに変わります。トヨタブルファイターズセカンドダウン2ゴール、残り5ヤード。これも食い止めた。クォーターバック3番自らのキープで右オープン展開を図りましたが、これはトライスターズ対応しノーゲイン。トヨタブルファイターズサードダウンに変わります。トヨタブルファイターズサードダウン2ゴール、残り5ヤード。成功、タッチダウン。クォーターバック3番左に走ると見せかけたそこからパス、ワイドレシーバー16番フリーになった状態でこれをキャッチしましたエンドゾーン、タッチダウン。トヨタブルファイターズ6点獲得し逆転となりました。ここで負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。見事タッチダウンを挙げましたのはクォーターバック3番の江崎、そして取りましたワイドレシーバー16番花村。クォーターバックとワイドレシーバーがそれぞれポジションをチェンジし見事なタッチダウンを挙げました。共に愛知学院大学出身。さあそしてトライ4ポイントに移ります。
キック成功、1点追加。トヨタブルーファイターズ14点、トライスターズ10点、逆転となりました。さあ最終盤の第4クォーターになりまして、状況が大きく変わりました。トヨタブルーファイターズ、ここで一気にスピードに乗った攻撃によって一気にエンドゾーンを陥れまして逆転果たしております。トライスターズ、しかしまだその差4点、タッチダウンを取り返せば再び状況は一転します。残り時間6分46秒の攻防、非常に面白くなってまいりました。トヨタブルーファイターズキックオフ。トライスターズリターン。右サイドライン際を駆け上がりまして、18番自陣35ヤード付近の攻撃位置を得ます。トライスターズ自陣36ヤードからファーストダウン10。ここでクォーターバック、ボールをスナップス受ける際にボールを確保し損ねずマフしておりましたが、なんとか抑えております。しかし結果的に6ヤードロスという形に変わりました。トライスターズセカンドダウン16、ボールオンは自陣30ヤード。さあ中央でランプレー、キャリア22番、ディフェンスのプレッシャーある中、なんとかそれをかいくぐって前進しております。約3ヤードのゲイン。トライスターズサーダウン13。成功。密集点でディフェンスカバーある中、見事にキャッチしましたワイドレシーバー18番。しかしわずかに攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。ここでウォーターブレイクが入ります。さあこの試合も残り時間5分という状況に入りました。互いにその特徴ある攻撃、トヨタはスピードに乗って、トライスターズは技とそしてパワーを持ってこの試合を進展させております。そしてその中でトヨタが逆転しまして、現在その差4点のリードとなっております。しかし攻撃権は今トライスターズ。さあこれをトライスターズは活かせるでしょうか。フォースダウン3で試合再開。
ファイスターズフォースダウンスリー、フォースダウンギャンブル。ギャンブル成功、ファースター。クォーターバック21番ハンドフェイクで自らキープ、意表を突く形で自らのランで攻撃権更新を果たしました。トライスターズファースター、素晴らしい判断でこのギャンブル突破しましたのはトライスターズ21番の木田、三打小成高校出身。トライスターズ自陣46ヤードからファーストダウン10。ここでリバースプレーを展開しました。ワイドレシーバー2番の総力に託してカウンターで左オープンを突こうとしましたが、これはトヨタも対応しておりました。ゲインは1ヤードにとどめております。キャリア2番は大畑でした。大阪商業大学出身。トライスターズセカンドダウン9。さあここのボールを抑えたのは果たしてどちらでしょう。最終的にクォーターバック自らが抑えております。結果的には1ヤードゲインという格好にはなっております。しかしトライスターズサードダウンに変わります。トライスターズ自陣48ヤードからサードダウン8。さあインターセプトありましたが、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。反則はオフェンスでした。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。しかしこの反則はトヨタ取りません。プレー有効としインターセプト成立となりました。攻守交代となりまして、トヨタブルファイターズの攻撃に変わります。ターンオーバー。トヨタ攻撃権得まして、自陣47ヤードからファーストダウン10。中央に並んだが、これはトライスターズナイスディフェンス。ランニング枠15番をトライスターズ37番ソロタックルで仕留めました。約2ヤードロス。トヨタディフェンス、トライスターズディフェンス陣まだ衰えておりません。37番高岡、素晴らしいタックルです。大阪学院大学出身。トヨタブルファイターズセカンドダウン12。ボールオンは自陣45ヤード。ナイスゲイン、ファースター。クォーターバック3番、左に展開していたワイドレシーバー30番にヒッチパス。
これをタックルされかけましたが、見事にそれを振りほどき、30番一気に攻撃権更新です。トヨタブルーファイターズファースター、素晴らしいキャッチアンドラン決めましたのはワイドレシーバー30番の三浦、愛知学院大学出身のルーキーです。さあ今度は右オープンをつきます。何枠28番トスを受けました右オープンへのランプレー、相手ディフェンスの隙を縫うようにして約6ヤードのゲインとしています。キャリア28番は藤野、トライデント外国語出身のプレイヤーです。さあ試合時間残り時間1分を切っております。トヨタブルファイターズセカンドダウン4、9号エダのプレー、密集点をつかせました。キャリア1番、ゲインは約2ヤードとなっています。ここでホイッスル。キャリア1番は、江口でした。愛知学院大学出身のルーキー。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。トライサーズ、ここで後半2回目のタイムアウトを取ります。トライサーズとしては何としてもこの攻撃シリーズをここで封じ込みたい、そしてその時に時間を確保しておきたいということでここでタイムアウトを使いました。さあこのタイムアウト実るでしょうか。トヨタブルーファイターズサーダウン2、ブルファイターズファースター、クォーターバック3番ハンドオフフェイクから自らキープ、相手ディフェンス飛び込む中見事それをすり抜けまして攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファースター このランプレーは阻止しました。トライサーズ50番意地のタックルを見せましてこのランプレーを阻止しております。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりましてトヨタブルファイターズ14点、トライサーズ10点、トヨタブルファイターズの勝利となりました。本日はありがとうございました。トライサーズ素晴らしい戦いぶりでしたが惜しい試合を逃しました。しかし決して他のチームに見劣らない素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。
さん、応援ありがとうございました。そしてトヨタブルーファイターズ、見事連勝しまして X2 へのステージに近づきました。素晴らしい戦いでした。ファイターズナイスファイトでした。非常に白熱した一戦となりました。この最終 3試合目のゲームでした。最終的にはトヨタブルーファイターズがそのスピードで生かしまして一気に試合をものにし、この試合を勝利して2勝勝ち越しとなります。3勝にあと一歩というところに迫る形になりました。さあ悲願の X2 最昇格なるでしょうか。トレイサーズもしかし決して侮れない素晴らしい戦いでした。次節その状況打開図れる勝利を期待したいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえに劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信は終わらせていただきます。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。多くの企業様そして個人様の様々なご支援ご記者によりましてこの企画は実現しております。本当に感謝申し上げます。そのご期待に応えられるよう私も機会ある限り全力を尽くして配信をさせていただきます。その機会許されるときにまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。